ダイスの皆さん、はい、ダイス TV のお時間です。いました、お久しぶりです。前回ビリだったのは、早瀬くんでしたっけ、雄大くんでしたっけ。雄大です、雄大です。では、意気込みを一言お願いいたします。今日はというよりも、はい、ありがとうございます。最悪だ。出た出た。最悪。ではこの順番でチャレンジしていただきます。ではそのまま上げてください。上げて。うわやば。これ苦手そうだわ。生きてはないねでもね。もう死んでる可能性はある。もう死んでる？トロさんトロさん。じゃ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 。これこれほら。燃えそでいい燃えそでいいんですよ。今燃えそでいいんですよ。はよ行け。あなんでグーで行く。そんな人見たことない。ああ、うわびっくりした。すごい。ああいいじゃないですか、いい感じ。え、尋問じゃん。おい。はい、お答えください。アフロのカツラ。しゃやる。いや俺それつけたらもう林家。ちょっと待って。林家そう。ああしっくりきますね。色味がしっくりきてます。笑い方どんな感じなんですか今日。いや滑るんやったらやらせんと。スタッフさんは笑おうよ。トタ君10ポイントプレゼントします。いやいやいや、よかったね。全然いらないですよ。あ、やった。ポイント全然いらん。いや嘘です、ごめんなさい。全然いらないそうです。このあれがいらんのかな思って。じゃあ0ポイントです。ジジ早いな、ゼロに戻んの。出現多いな、ソータ。いやいや、動いてる。動いてるやん。マジ動いてる。ちょっと待って、嘘やろ。動いてんのやばくない。なんで余裕なのこいつ。ちょっと分かったかも。ほら。うわ、クリーティーな、これ。絶対何だ。あかんあかん。絶対だ。ダイス TV 怖っ。これ毒持ってないでしたっけ、確か。種類によっては。では、大地くん。手袋、手袋。ほんまにいいの。手を入れて何かを当ててください。すごい。怖がれ、怖がれ。はい、行きます。怖い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 。すごいな。何やと思います？プラスチックの丸い物体に尻尾らしいポリエステルのものがくっついてる感じ。すげえやつや。振り回すな。合ってます？ほら。ほぼ正解でございます。動くぬいぐるみが正解でした。こんなのもう、マジでヘビでも持ってこいや。やめろ。マジ？そうやろ。いやいやいや、本当の来て。マジ？いややだやだ。マジ？やだ本当に。これやらんでよかったよ。そうだそうだ。三つ目でやばかったよ。いや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 。チャレンジお願いします。もしもし。まだいける。おお。反応するよでも。反応するんだ。え、これ本初めて見た。どっから？可愛い。そう、なんだ。あ、お腹だ。つかめんの。すげえな、ハヤテ。何、トカゲ？トカゲ？かわいいね。イグアナ？トカゲ？正解。かわいいんだけど。もう一回取っちゃう。でもかわいい。かわいい。なんで？何がかわいいの？こんにちは。何、イグアナ？こんにちはだって。俺は言えない。すごい。かわいい、手がかわいい。無理無理無理。うわ。これはね、これは、うん、この次にこれはひどい。ひどい、うん、怖いよ、やだ。ではお願いします。もうどうぞ。
うわこれきついんちゃうこれ、ね、無理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 ちょっとやだやだな、うん、うわびっくりしたなんかいたよいるよいるわねそれいいんだよ箱になんかいるゲームでそりゃいるんですよ怖いなやめやガチガチおお、いったね、いったね。あれ？ピガンちゃん。正解は何でしょう？おーや。おお、すごい。こんなん。めっちゃビビってもうたよ。怒らないんだけど。あれ、これは嫌や。うわ、最悪。ちょっと待ってよ。マジで。そっち系。うわ、トニハル。ちょっと待ってよバグ付けやーやこれはやばいリアクションが違うじゃんさっきと普通にやってよ無理無理鳥肌だ鳥肌いけじゃんおーやだって無理だって普通に今膝カックンされてる人がやめてよ膝カックンではお願いしますやだなでもなんか触ること自体はばかられるよいや間違いない毛虫ファイナルアンサーちょ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 違うのよ立てつきちょっと思ってたんと違うやんそれはじゃあ出てくださいいけるよまだいけるもっといけるもっといける手かわいいですね襟足舐めてるからあーびっくりした逆向いといた今みんなねトカゲ見てるわこっち見ろよこっち今一番最後のやってる今こういった方がいいかもしれない何こうあのクレーンゲームみたいな感じすくうこういった方がいいすくうすくうってことはドーナツ型のものここから使えるから行こうなんですくうイコールドーナツ型こうなってるってことそれ分からないバッていった方がいいこっちからこんなーんなんなんだよ明日歌う日じゃなくてよかったなんこれ何なの？はよ行け！はい。行け。行け。行け。もう行けるって。なんで？なんで？なんで？なんでおねえやねん、クショウが。ユウコです。正解は？はいはいはい。正解。なんでしょう？え、なに、なにこれ？あ、待って、分かった。はい。ゴキブリのあのおもちゃ。お。どうぞどうぞどうぞ見てください。ふざけんなよ。今度は自分から触るのではなく、触られたものが何かを当てていただきます。触られたものが何かは。じゃけんで決めようか。雄大君から次お座りください。どうぞお座りください。行きましょう。いや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 あかん触れない触れないあかん触れない触れんのこれこれマジか俺触れない俺触れない誰がするに触るうわうわえ誰が置くんですかゆらちゃん戻ってくださいねえねえ足にして足にしてここの辺がいい分かった分かったでは5秒前4 3 2 1我慢我慢我慢生きてんじゃんかよこれもっといっぱい置いてもいいですちょっと待って待って一匹にしてよちょっと待って待って待ってあ待って俺分かった、ね、いいですか言ってどうぞもう外してもいいやもうカブトムシじゃあもう正解かどうか置いてじゃあもういいのもういいの、うん、だってもう外れてるって思ってるもんそれでいいのもうあの触られたくないのそいつにではお願いしますピットピンあ正解をお願いしますカメちっちゃいカメえー、でもほらカブトムシ立ってたんかよなにこれなにこれなにこれやばあーこれかやだよ本当にこれもそれを開けて中を首筋にしますかなんでなん手首とかじゃないんですかじゃ
両方いきましょう。いやでは3、2、1。あーすげえ感動いいな。いや、冷たい。なに、なに、冷たいね。正解は何でしょう。スライム。おお、正解でーす。よかった、よかった、スライムで。雄大の顔よ。なんでこれやねんの顔してるやん。うわ、これやだ、ね、最悪や、これこれ、これ誰が触ります。俺嫌だわ、これ。ここ、こう行けばいけんじゃない。えー、マジっすか。うわ、すげえ、よく持ってんな。すごいな。怖え、無理。なんなんだよ、お前らだけで盛り上がるなよ。マジっすか。え、あんまり動かない方がいいっすよ、タイくん。いやえ、しょうもない。わかんないんだけど。もう持たせてって。あ、まずもう先に。強すぎでしょ。わかった。正解お願いします。9位。うざ強すぎだ。もっとビビれ。強いですね、大輝。あー、なるほどね、なるほどね。大輝は耳とかでもいいんですよ。耳弱いんです。ではお願いします。これなんて言うの？それな、あの空気のシュッシュ。ゆうだくんめっちゃ不満。ゆうだくんがめっちゃ不満そうな顔して。あれ、ゆうださんどうしました？早て、正解。楽しいね。これ本当に出るもん決まってたの、これ。いろんな大きさのものがあるので、皆さんお好きなもので。あー、そういうことね。なるほどな。めっちゃおかしい。まだっしょ。やばいっすよ、やばいよ。全然やばいよ、全然やばいよ。これ使ってください、これ。ありがとう。一番やばいやつ使って。来るとき言え、来るとき言え。おい、来るとき言えよ。押すな。押すな、押すなもあるだろ。来るとき言え。来るとき言えよ、本当に。どこでもいいですよ、皆さん。じゃあマジのやつ、3、2、1。あんまり動いたら帰って。優しくしてよ。3、2、1行くよ。優しくして。3、2、1行くよ。はい。優しくしてよ。あの、動かないでください。止まった。危ないから。こいつら危ないから。動かないでください。耳やめて。はい。3、2、1。優しく。優しく。来てる。行っていいですか。優しくして。これ当てんの、これ。さあ、何でしょうか。絶対わかんない。3、2、1。小筆。え、小筆にしたんすか。いや、なんで言い切ったんですか。小筆でしょ。なんでだよ。いろんな大きさがあるって言ったじゃん。残念でした。正解は筆です。はい、ということでサードステージは握手だけでメンバーを当てることができるかを競っていただくゲームです。なるほど、これ絶対分かるな。いや、でも待てよ、なんかつけんじゃね、これ。その通り、メンバーの皆さんには白い手袋をつけていただく。ほら、色分かんないと分かんないよ。さらに、1人スタッフも加わりますので。
手袋つけたら分かんないな。全員を当ててください。ではメンバーの皆さん、手を出してください。1番から順に握手をお願いします。長いですね、握手。これ何度でもいいんですか？おかわりしたいですか？はい。では1回だけおかわりどうぞ。癖強いな、4番。4番癖強いわ。いや3番癖強い。いや5番もう一生来ないから大丈夫ですよ。はい、わかりました。パーフェクト取れます。ちなみにどの手が一番タイプですか？まあ女子目線で言ったら1番かな。5番もいいよっつってて、4番癖強い、いや3番強い。はい、ファイナルアンサーです。ファイナルアンサー、超自信あります。全問正解じゃなかったら坊主で全裸になって逆立ちします。では正解かどうか。バリカンください。バリカンください。この順番でよろしいですか、後ろの皆さん。それではチャレンジしていただきましょう。おさわりすぎですよ。ちょっとマジでわかんねえなこれ。5番癖強えな。なんだこいつ。ほらこれ見て、これひどい。うぜえなあ。あ、また4号は分かった。あ、手広げてくれよ。でもここだな。はい、大丈夫です。迷ったところはありますか？2番、3番が正直これ逆かもしれないです。4号は間違いないです。ソーダ大輝くんは回っててますね。正解は、しゃー、危ねえ。しゃー、自分の言った本当に言った通り真逆です。兄さんが逆。うわ、うわ、悩んだんだよそこ。位置決まりましたか、後ろの方たち。ではチャレンジしていただきましょう。あれ、これわかんないな。ちょっと反抗的なのが多すぎて、ちょっと いいですね、後ろの皆さん頑張ってください。あの、せめて握手させてほしいですよね。わかんねえ。自信はない。ちょっともう記憶も定かじゃないんです。多分こうです。そうだよ、ね、しかも、ね、これ、はい、足元かな、一人。あれ全員同じ動きされたらマジわかる。マジわかる。自信はいかがですか？まあ、余裕じゃないですか。やっぱり10年いるんでね、一緒に。では、参ります。すみません、失礼します。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 全然握手してくる。こんなグループ絶対嫌いわ。握手さしてよ。俺乗ってるんちゃうんすよこれ。全然分からへんわ。
もう一回したら分かるかな。あ、なんか2回目はちゃんとすんなり。ちょっと手震えてる。硬直しすぎっすね。はい、こうかな。はい、さあ答えは無理はい、てくん、自信のほどはいかがですか？いや、どんどんみんないろいろ考え始めてるんで、多分最後一番難しいんですよね。ではお願いします。うん、あ、ごついな。わかんねえ。あげんいいんですよね。おかわり1回だけ。すいません、ちょっと分からんぞ。あー、はい、全然違ったら悲しいな。どうでしょうか。では正解かどうか発表します。正解はマジ、ね、知ってたってことは俺の手芝居だと知ってるわけや。めっちゃ俺の手芝居だったっすよ。見ました。見ました。ありますよ動画。これ警察持って行ったら僕が来ますからね。綺麗に一人やっぱちっちゃいってそうだった。これ失敗だったね。これ気にしてた。それ気にしてた。これ長さ出ちゃう。触れて心を込めて作っていただきます。よろしくお願いします。はい、なんか僕だけ違くないですかこれ。そうたくんだけ特別に電動のろくろを用意させていただきます。羨ましい。めっちゃいいじゃないですか。いや全員平等に行こうよな。これやったことないからね、分かんない。にしてもピンクすぎない？確かに今それあのカブトムシの前にやってもらっていいですか。テーマは気になる女性にプレゼントしたいものです。どんなものでも構いません。自由な発想で作っていただきたいと思います。なお採点は歌場陶芸教室の若林先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、作りたいものはそれぞれ決まりましたでしょうか？はいはいはい。そうたくん大丈夫ですか？いや全く決まってません。ではもう感性だけで作っていただければと思います。はい、それではスタートです。丸める。皆さん仲良くお話などしながら作っていただけたら嬉しいです。質問があります。日本酒飲むおちょこぐらいのすごいちっちゃいサイズを作りたいんですけど、どれぐらいの分量使えばいいですか？それもなんかすごい卑猥なもの作ろうとしてません？トリ君、トリ君、卑猥なもの作ろうとしてません？それ先生、はい、上には上がいるってことを見せてあげますよ。はい、誰なん？あいつはどこと戦おうとしてるの？よっよっトリ君。何を作ろうとしてますか？分かったわ。芸術です。こいつ、亀チョロ作ろうとしてる。
自分のキャラクター売ろうとしてる。よしよし、一旦モザイク入れます。大丈夫です。やったモザイク入れない、これ全然大丈夫です。トールくん、過去に誰かに何かを作ってプレゼントしたこととかはありますか？何かを作ってプレゼント、こういう工作はないですね。焼き菓子はあります。興味な、性格悪。ちなみに大輝くんは過去に何かありますよ。何をその時は作ったの？指輪作りました。へえ。ないんかいリアクション。結構プライベート引き出したやつ。え、じゃあもっと引き出していいですか？もういいですよ。はい、雄大くん。はい、雄大くんはホワイトデーのお返しとかでクッキーとかは昔作ってましたね。それは公共でしたか？はい、東京公共公共のも、はい、公共美味しいと公共でしたか？公共、美味しいって言ってました。はい、ありがとうございます。はやてくん。はい、はやてくんはないです。今日は初めてかもしれない。そうですね、僕めんどくさがりなんで手作りっていうものしないと思います。どうですか、今日は作ってみて。今ちゃんといいものを作りたいなとは思ってるんですけれども、絶対に難しいですねこれ。そうたくん、喋りかけても大丈夫ですか？どうぞ。そうたくんは過去に何か作ってプレゼントしたこととかはないです。じゃあ今日作ったものを。そうですね、やっぱり愛を込めてプレゼントしたいって思ってるんですけど。こいつ全然集中してないです、話に。きっと今喋ってる暇ないんです。ほらやっぱり。失礼しました。では頑張ってください。やばい、これカットされるだけやな。こんな大きくなる予定じゃないんだけど。なあ、俺もこんな大きくなる予定じゃなかったんだけど。細いやつ作りたかったんですけど。そう、俺も細いの作りたかったんだけど。どんどん太くなっちゃって。下手しい、これ最終的に鍋になってるかもしれない、はい、これ先生ちょっと、曲がってます、はい、助けてください。トールさん、めっちゃむずい。最初に戻ってませんか？はい、もう終わりましたか？トール、はい、もう見せてもらってもいいですか？あ、いいですか？じゃーん。あ、ハートですかね。はい、ハート型の器にさせていただきました。時間いっぱいあるみたいなんで。踊ります。バトルや。やばいやばい、俺それできへん。怖え。はやてくん、これは顔ですか？何ですか？はい、ニコちゃん。顔。皆さん、最終の試合へお願いします。後ろから見てやばいね。はよ、はよ、助けてあげて。まだ間に合うんじゃないですか？おお、生き返った生き返った。完全に背骨を骨折しました。ごめんね、ごめんね。それではメンバーの皆さん、それぞれの作品のタイトルと説明をお願いしたいと思います。まずは颯くんから順番にお願いします。タイトルは猫好きだけどお茶ワン。なるほど、今やっと分かった。わかりました。朝でも夜でも白米を食べたいときに使ってください。はい、以上です。続いて雄大くん。はい、でっかいマグカップです。その意図は？あ、意図。やっぱね、何でもやっぱあの先取りって大事だなと思うので、冬に向けてあの温かいお茶だとか温かいココアだとか、飲みたい時近々来るんじゃないかなと思って、お供にしてもらえたらいいなと思います。続いて颯太くん。はい、満ち欠けのハート器でございます。と言いますと？これね、ここちょっと欠けてるんですよ。僕たち届けたいものがいっぱいあるということで、こっからこれを埋めていきますよっていう意味も込めて、こちらのハート器いかがでしょうか？ミスってたまたまかけたわけじゃない。そういうわけじゃないです。意図的に。はい、やらせていただきます。道かけでございます。ありがとうございます。すごい芸術です。あざす。意図があるね。ありがとうございました。引いてるじゃないですか。続いては大輝くん。タイトルはですね、にちょこちょこ。
これ天の声さん、これ誰にあげる前提とおっしゃっていましたでしょうか。気になる女性への、ですよね。ということはですよ、ペアであればより良いのではないかという心理に至りまして、この短時間に2つ作りました。そのタイトルがニチョコチョコ。うるせえ。最後だけ以上でしたっけ。一旦ここまでで。ホラーとか言いませんよ、ホラーとか言いませんよ、本気ですからね、こっちは。こっから美術館に飾るのか飾らないのか、そういう次元の話になってくる作品。では最後トールくんお願いします。はい、壁チョロほにゃらら番組の意向に沿った作品ですと言いますと、実際は僕は湯飲みを作ろうとしてました。はい、本番前にスタッフさんに一人こういったものを作る人がいた方が番組が盛り上がるということで、番組の意向に従い空気を読む番組サイドからしたら使いやすいタレントだと思います。いや、あの、ごめんなさい、トール君。それ言った瞬間、はい、番組サイドからすごい使いにくい存在になりますよ。はい、もはや番組愛の結晶ですね。それを気になる女性にプレゼントした。振られるかと思います。では先生、良いの発表をお願いします。難易度的に、工藤さんの作品が、はい、ちょっと作りやすいってことで、あ、なるほど、ちょっと4位にさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。もう最下位じゃなきゃ何でもいい。続いて3位の発表お願いします。はい、花村さん。そうやん、俺頑張ったのに。電動ロクロはやっぱりちょっと難易度が高いので、まあ、造形的に差がついてしまうかなっていうところで。わかりました。第2位の発表お願いします。こちらの和田さんの作品です。普段使うことを考えるとすごく使いやすい形になっておりまして、もらったら喜ばれるかなっていうことで選ばせていただきました。残ったのはどなたですか。挙手お願いします。聞く必要ありますかね、これ。いや、接戦やろ。1位の自信をお二人いただいてよろしいですか、雄大君から。これを先生が持たれた時に軽いっておっしゃったんですよ。それは軽いっていうのはこうちゃんと下から薄く伸ばせてったっていう証拠なんですよ。だからきっとそこを褒めてもらえたということはきっと1位なんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。続いて岩岡徹選手。この高さのこの下の面積でこれが立つというのは先生は生まれて初めて見たとさっき覚えで、そういった意味で言うと1位が確実なんじゃないんでしょうか。はい、そう思っております。さっきでも倒れてましたよね。今はもう大丈夫です、回ります。すごっ。いや、回さないで。これが芸術なんではないんでしょうか。大野さんの投げパッドです。普通こうやって移動したりとかするんですよ。微動だにしなかったし。先ほどのコメント通りすごく作りがしっかりしていまして、やっぱり軽く作られて大きいんですけれども使いやすいマグカップになっていて1位かなっていうふうに思いました。ありがとうございます。おめでとうございます。ちなみにトール君がビリなのは一応なぜかだけ聞いてもいいですか、先生。ちょっとやっぱりこう陶芸っていうことで、まあ、器をやっぱりこう、まあ、作るのも楽しいんですけど使うこともやっぱりすごく楽しいものなので、まあ、使えるかどうかって考えるとちょっとあの置物ですので最下位。確かに顔下げたら涙がこぼれます。惜しかったな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しんでいただけたでしょうか。しっかりとったです。ありがとうございます。ただし最後の罰ゲームがまだ残っておりますので総合順位を発表します。かかってこい。総合順位第1位は、だって最後だな。和田颯くん。おお、マジかい。これだ。あ、アクセル全クリしたんだ。そうだ。そうや。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、
第2位は大野雄大君。イエーイ。3位からですね、わからん。第3位、花村颯太君です。最終問題がどうなるかだよね。残ったのは昭和組のお二人です。言い方ね。やっぱあれですか、日本撮りだと2本目は疲れちゃう感じですかね。もう正直マジめっちゃ眠いっす。はい。大輝くん、眠いならね、ちょうど罰ゲームやった方がいいかもしれませんよ。いやいやいや、その内容によるよ。え、4位からいきます。ほら、やった、やった。1位かのように喜んでる俺。そんな喜べない。そう、確かに。よっしゃー。次は大輝くんなんですが、今回も罰ゲームを回避する感じを稼げます。第4位の先ほど喜んだ翔くんと手打ち相撲をしていた方が負けた方が罰ゲームということになります。耳に面白いね、これ。では、参りましょう。怖い怖い。必殺技、必殺技言ってほしい。あ、あ、惑わされる。惑わされねえんだ。惑わされねえ。遊んどったらやばいで。今だ。やれやってます。やれやってます二人が。終わんねんじゃねえのこれ。負けたくない。うわみんなが助けてください。遊んでます。このまま行くと2人とも罰ゲームになる。違う、今こっち、今こっち。浅い人選手。片足でしたら片足に。片足で。じゃあ片足でいきましょう。それはすぐだ。よーい。うわ、体幹あるね。か、よっぽどな二人とも負けすぎる。急に開く。今の何？2回とも4位なのに。やった。超疲れたね。達成感ないけどめっちゃ疲れた。これは疲れた。疲れるよこれ。はい、ということで、トール君、目の前にアスツボマットがありますので、こちらでドリーミー用のサビを踊っていただければと思います。トール君でも結構得意ですよね。得意だと思う。マジで平気そう、ね、あのサビのドリーミー用でジャンプするところすごいかっこいいので、ぜひ最高に高くジャンプをお願いします。ね、大丈夫ですか。大丈夫ですか、ここ。いやー痛いよこれ。ミュージックスタート。大丈夫さ。行くか。行ったー。え、ああ痛い、痛いけど。え、でもさすが。あ、絵的にはもしかしたらもう一人いるかもしれない。これはお、いけちゃうね。ちょっとやっぱ痛いね。いけちゃうね。全然いけるやん。すごい。あれ、いや、めっちゃだよ。すごい。いや、痛いよ。すごいすごい。あれ、天の声さん、これはすごい。でもこれはね、ダイス TV 的には、はい、これじゃ終われない。これちょっと良くないですね。挙手制なのか、どうします？指名制なのか。誰が行きたいやろ。確かに。でも挙手ですか。この流れで行きたい人がいるから。挙手しようじゃん。前回、前々回、雄大君言ってますから、ね、言ってそうだ。申し訳ないし、それもあるから。じゃあ俺行く、ね、いやいや、僕行きます。俺行きます。もう一回行くよ、もう一回行く。いや、全然行きます。健康だし。全然行きます。健康だし。声ちっちゃ。全然いいっすよ。え、いやいや、じゃあ、じゃあ行きます、行きます、行きます。じゃあ、もういいっすか。どうぞ。これ絶対毎回このパターンになるじゃん。毎回このパターンになるから、来た瞬間自分で確かめちゃう。一つ言っときますけど、トール君は痛み平気な人なんですよ。
僕ダメな人なんですこれ。なるほど。よし行ってみよう。それその絵が見たい。まあ、体のここから飛ぶ時は押さえておいて、押さえておいて、押さえておいて。皆さん周りに行って。あはやっ。いやでも深いな。終わんない終わんない。頑張って頑張って頑張って。戦い続けていく自分。最後ダダ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 。だから思ってたんと違うんだよ。無限大の地図広げ、果てしないあの場所へ。どんどん大きくなっていく風船を持って。あ、地形か。もういいよ、これいい、これいい、これ違うのやりたい、違うのやりたい。にゃーにゃーやろ、にゃー、いろんなにゃーやろ。What you say? So what you want to say? I don't know. Everybody. シトラス。話さない。早く渡せ。やれ早く渡せ。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 人間みんなお前みたいな人ないんだよ。飛んでるやん。お前お前もだよ。無限大の。おー、新しめに来たの。待って。おい、いやいや余裕あんな、余裕あんな、すげえな。いやだな、俺なんてくれやん。なんでお前ビビリじゃないの。お前ビビリじゃないの。黄色また、同じのやったの。同じのやってる。うん。 I can hear you もっとも。ハッハッハッ何度でも歌おうを。踊ってんのかそれ。踊った、めっちゃ踊った。来るな来るな。時を止めるより今を生きよう、過去を捨てるよりバイクの未来に。ヘイヘイ何度も必要があって。お前お前、はいどうぞ。 Just say no back to back 回れない。明日レコーディングなくてよかった。だいたいねえんだよ。無限大の地図広げ、果てしない。 AVEX